おばあちゃんが言っていた。DXF、デュアルソリッチヒーローズ、ボリューム13、仮面ライダーカブト、ライダー4。はい、ということで、なんかちょっと入り微妙でした。ということで、やっと1ヶ月越しに手を入れました。手に入れました。カブトです。そして、ガタックも手に入れてますが、先に、カブトを開けていきましょう。本当におばあちゃんが言っていたの、ポーズですからね。中は、お、なんかすごいまとまってますね。お、しかも今回、このセロテープ式ですね。切らなくていいという。これはいいんじゃないですか？はい。それでは、組み立てていきましょう。お、いい色してる。今回は、塗装に、ムラがあったりとかはないですね。それでは、この大事な角の部分を、開けていきます。うーわ。かっこいいっすね、やっぱり。首を、はめます。い、できました。仮面ライダーカブト、ライダーフォーム。やっぱかっこいいっすね。とってもかっこいいっすね。こんな感じです、近くで見ると。ベルトの部分が、あ、よかったです。ちゃんとしてます、ここのベルトの部分。なんか、こうゲーセンとかに飾ってあるの見ると、このゼクターホーンとかが、やけになんか折れてたりとか変な感じだったりしたのを見たので、ちょっと危惧してたんですけども、当たりですね、今回は。そして手とかもちゃんと大丈夫ですね。造形されてます。かっこいいですね。こんなに兜ってなんかこうアンダースーツシワ感あったんですね。こうやって見るとすごいな。いや、でも本当にかっこいいです。よかった、手に入って。もう今は結構レアみたいですからね。台座にはめて飾ります。はい、ということで、今日ご紹介したのは仮面ライダーカブト、ライダーフォームでした。チャンネル登録、評価の方もお願いします。ではまた明日。